こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、私がやってきたのは、静岡駅。しかも、またもやこの人と一緒です。イエーイ、ピースピース。あの、これって例のやつですよね。そうです。家を買うシリーズ、第3弾です。静岡にある家を買っちゃったら、都内の会社に出勤できないんですが、いいや、できる。新幹線を使えば、都内まで1時間半。ギリ通勤圏内だ。キャッと譲って通勤はできたとして、1ヶ月の定期代とか、とんでもないことになりますよ。任せんしゃい。私が、定期代の申請を、通してみせようじゃないの。おお、妙に頼もしい。それにだね、今の流行は地方暮らしなんだ。地方はいい方。空気も水もきれいだし、地元で採れた新鮮な食材は美味しいし、生活費も都市部に比べてぐんと安く抑えられるぞ。生活費を抑えられるのは魅力ですね。だろう。ちなみに今回の物件は月々おいくらで購入できるんですか？いいことを聞いてくれました。今回君に紹介する物件はなんと月々6万円台から購入できます。おお、私の給料でも支払えそうでしょう。しかも静岡駅の徒歩圏内だから新幹線にも乗りやすいよ。買う？買っちゃう？いや、さすがに物件を見てからじゃないと。け、わかった。それじゃ早速現地に向かおう。すっかりおなじみになってきた家を買うシリーズで、まさか静岡まで連れてこられることになるとは思ってもいませんでした。これから向かう物件は静岡駅の近くということなので、まずは静岡駅の家賃相場をお伝えします。はい、どーん。さすが地方都市、都内と比べると家賃相場は大幅に据え置かれています。確かに通勤時間さえ我慢できれば、静岡で広い部屋に住んで都内に出勤というのもありっちゃありかも。しかも駅前は百貨店やショッピングモールがひしめき合っており、買い物で困ることはまずなさそうです。どうしても駅前で手に入らないものがあれば都内で買ってくるという手もありますし、生活で不自由することはありません。行政機関も駅周辺にまとまっているので、この近辺で生活するなら自動車も必要なさそうですね。目的のマンションの近くには駿府城公園もあるようなので、休日は散歩がてら駿府城見学に行くのも楽しそうです。と言っている間に目的地に到着しました。こちらがアナリソ君家を買う第3弾、静岡駅徒歩11分の新築マンションです。重厚感があっていかにも高級そうなマンションですが、本当にこんなとこに月々6万円台で住めるんでしょうか？住める住める。インディアンと上司は嘘つかない。本当かよ、怪しいなぁ。一体どんなお部屋が待っているのか気になるので、早速中に入ってみます。あ、1階はテナントを募集しているぞ。将来的にテナントが入る可能性がありますね。オートロックを抜けた先は広めのエントランスホールがあり、奥まった部分に宅配ボックスと郵便受けがありました。おしゃれなオブジェのそばには可燃ゴミ専用ゴミ置き場、こちらは綺麗にされてますね。本日お伺いするお部屋がこちらです。グレーの壁にウッド調の玄関扉がよくマッチしていますね。それでは早速行ってみましょう。あなたの理想不動産、いざ入室。玄関は広め、シューズラックらしきものが見当たらないので、目の前の扉をオープンすると出ました、シューズインラック。容量としては一人から二人用って感じですね。玄関を上がって一番手前の扉を開けてみます。トイレか？物置でした。いずれの棚も二
高さ調節できるタイプなので、使い勝手抜群で、こういう収納空間が一つあるだけでも、かなり助かりますよね。手前部分は、棚板がないので、スキー板などの背の高いものも、立てかけることができます。ありがとう、物置。続いては、物置の左隣にある扉です。こちらはトイレ。もちろん温水洗浄便座付きで、奥に手洗い場もついていますね。キャビネットは容量大きめなので、トイレットペーパーを好きなだけ詰め込みましょう。あれ？手洗い場の両サイドが小型の収納棚になってら、掃除用品などはここに収納するといいかもしれませんね。そして、この扉を開けると、そこはもうリビング。おお、奥にあるので、完全にはわかりませんが、なんだか広そうな予感がするぞ。リビングの手前には、キッチンがあるので、まずは、キッチンから見ていきましょう。傷や汚れがつきにくい、ステンレス製シンク。作業スペースを、十分確保。コンロは二口です。フロアキャビネットは、三つの引き出しでできていて、中心には、食洗機がありました。単身者向けの部屋で、食洗機がついているのは良いですね。後ろを振り返ると、空間が、がっぽり空いています。左側が冷蔵庫置き場で、右側が食器棚置き場ですね。通路を挟んで、キッチンの向かいにある、扉を開けると、そこは水回り。横に長い、間取りとなっています。まずは、こちらの洗面台から。こちらの水栓は、ホース引き出し式になっていて、この通り、ビロンチョします。服を脱ぐのはめんどくさいけど、髪の毛だけ洗いたい時などに、活躍しそう。洗面鏡の奥は、もちろん収納棚になっています。洗面所周りの収納は、これ以外にも、側面にもあります。奥にあるのが、モデルルームでは高確率で、観葉植物が置かれているでおなじみ。洗濯機置き場。上の収納は、こんな感じ。お風呂場はこちら。おお、なんだかめっちゃ広いぞ。浴槽の大きさもさることながら、洗い場の面積が、浴槽の 1.5 倍ほどあります。これは、最高のバスライフを楽しめそうですな。よかったよかった。追い焚き機能や、浴室乾燥機能もありました。これまでキッチン、水回りと見てきたので、ここからは、リビングをじっくりと見ていきます。手前には、ダイニングテーブルが置かれ、その奥にある、このでかい板は、実際には、テレビを置いて活用することを想定しているようです。横にある、ベッドとしても使えそうな、ソファーもいいですね。リビング、ダイニング、キッチン合わせて、11.4 畳なので、こちらのリビングだけだと、6畳程度でしょうか。一人暮らしするには、十分な広さと言えます。リビングにはスライドドアがあり、その奥には、4.4 畳の洋室がありました。ドアを収納することも可能ですので、空間を広く活用できます。後で収納してみましょう。あ、窓際には、ドレッサーを置くスペースも、あるようですね。男性なら、書斎にしてしまうのもありです。寝室の奥に、収納扉を発見。開けると中は、ウォークインクローゼット。容量としては、一人暮らしには、十分の広さです。洋室のスライドドアを、全開にするとこんな感じ。なんか急に部屋が、めちゃくちゃ広くなった気がしますよね。私がこの部屋に住んだら、スライドドアは基本、全開の状態で暮らすと思います。では最後に、バルコニーに出てみましょう。単身者用の部屋にしては、バルコニーは広め。そして、ここから見える景色はというと、さすが駅前だけあって、周りに背の高い建物が結構ありますね。ある意味、都内の駅前の光景とあまり変わらないかも。ただ、唯一違う点があるとすれば、遠くに
マウント富士が見えるということです。見終わったようだね。ええ、まあ。それじゃ次、行ってみようか。え、次？今度はどこへ？さっきのは、1LDK の、単身者用のお部屋だったろ。そうですね。万が一、結婚した場合に、2LDK も、紹介しようと思って。万が一って、お気遣いありがとうございます。というわけで、二部屋目、行ってみましょう。お引越しはあなたの理想不動産で。いざ、入室。おお、さすが、二人暮らし用の部屋だけあって、玄関の時点で、すでに広いな。あ、でも、シューズラックの容量は、そんなに変わらないかも。玄関を上がって、最初にある扉を開けると、寝室が現れました。めっちゃ広いな。何畳あるんだろ。あ、5.1 畳もある。道理で広いわけだ。日当たりも良好で、日の光で、自然と目覚められそう。しかも、この寝室には、先ほどの扉とは、別の扉もあって、開けると、めちゃくちゃ広い、ウォークインクローゼット。くっそー、単身者用とはこうも違うかね。二人暮らし用だと、こんなに広い収納があるんですね。ここなら、二人分の洋服も、余裕でかけられますよね。トイレは、単身者用とあまり変わらず、手洗い場の、両サイドのギミックも同じですね。物置は、なぜか単身者用の方が、若干広め。まあ、あの広さの、ウォークインクローゼットの影響を、受けたんでしょうな。水回り空間は、標準的な広さ。設備に、大きな違いはなさそうですね。置かれている、観葉植物が違うぐらいでしょうか。浴室の大きさは、先ほどとは違うようですね。キッチンも、こちらの方が、一回り大きいですね。グリルも、新たに追加されているし、料理好きな方だと、2LDK がおすすめかもですね。いや、観葉植物の存在感すごいな。リビングの広さは、実は、単身者用のお部屋と、ほぼ変わらないんですよね。リビングの隣の洋室の広さも、ほぼ変わらず。ちゃんと、ウォークインクローゼットもあります。ウォークインが、2つもあるのは嬉しいですね。洋室のスライドドアを全開にすると、こんな感じ。寝室が別にあるので、テレビとソファーの距離を、このように、たっぷりと取ることができます。これで目の疲れを軽減できること間違いなし。バルコニーの広さは変わらず。ですが、室外機が置かれていない分、こちらの方がスペースを有効活用できます。そして、バルコニーから見える景色がこちら。先ほどの部屋よりも高い位置にあるので、見晴らしがいいですね。というわけで。はい。このマンション、買う？買わない？さあどっち？運命の二択クイズの時間始まった。リモートで業務をしてもよければ、買います。いや、撮影は？あ、忘れてた。本日お送りしたのは、アナリソ君家を買う、第3弾。静岡駅徒歩11分の、新築マンションです。一軒目にお伺いした、1LDK の間取り図がこちら。そして2軒目にお伺いした 2LDK の間取り図がこちら。このマンションに住みたい。いつか私に新築マンションを買わせたい。という方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。今すぐにでも、引っ越したくなるような有料物件は、あなたの理想不動産インスタグラムで紹介してるので、チェックしてみてください。オンラインでお引っ越しが完結する、あなたの理想不動産、公式 LINE は、概要欄から追加できます。通常の内見や、ネットには出回らない、超穴場物件のご紹介も可能ですので、
ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。